富裕層にとってほとんどの場合生命保険というのは必要ないです。皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナー資産デザインソリューションズ代表の瀬古口です。この動画チャンネルでは資産運用に関するさまざまな情報を発信しております。今回の動画のテーマは、富裕層にとって保険が必要なのは相続税の非課税枠と遺留分対策だけというテーマでお話をしていきたいと思います。皆さんは保険に加入されてますでしょうか？保険というのは亡くなった時に遺族が生活できるためにまとまった資金を入る生命保険とか、あと家が壊れた時に直してもらう損害保険とか、入院した時に医療費を出してもらえる医療保険とか、いろいろ種類があるんですけども、今回は亡くなった時に遺族が資産を得ることができる生命保険についてお話をしたいのですが、よく富裕層にとって生命保険が必要なのかどうかというお客様たちからご相談される。結論から申し上げますと、富裕層にとってほとんどの場合生命保険というのは必要ないです。なぜかというと、資産がたくさんあるわけですから、自分が亡くなったとしても別に保険とかなくても残された財産で遺族は生活をやっていけるわけですね。なので、多くの場合生命保険というのは富裕層にとって必要ないということができると思います。ただ2つの場合、富裕層にとっては生命保険があった方がいいねということがあるので、本日はそれを中心に説明したいと思います。その2つの場合というのが、相続税の非課税枠と遺留分対策ということなので、1つ説明していきたいと思います。まず、相続税の非課税枠というのが生命保険には設定されています。それは、相続税というのは富裕層の方だと資産数億円以上の方であったりだと相続税率が数十パーセント以上というふうに、亡くなった時にたくさんの税金がかかるのですが、生命保険に入っていた場合にある一定の金額だけはその相続税がかからないようにしてあげようという特例があるわけですね。それが法定相続人かける500万円分となっています。なので、奥様とお子様2人の場合というのは3人になるわけなので、1500万円分の保険に入ってた場合は、それに関しては相続税の対象にならずにそのまま遺族に渡していいですよということができますので、相続税率が高い方というのは生命保険に相続税の非課税枠分というのは入っても相続税の対策としての意味がありますので、いいのかなと思います。ただ正直あまり大した額ではないです。仮にお子様が3人だと2000万、4人いても2500万なわけですから、それぐらい分しか渡せないということで、相続財産が数億円以上ある富裕層にとってはそこまで大した影響はないんですけども、やらないよりはやった方がいいよねと。次に、遺留分対策ですね。まず、遺留分というのが何かっていうと、これはざっくり言うと、法定相続人、亡くなった時に相続する権利を持っている方、法定相続人の方が最低限得ることができる資産、相続する権利、承継する権利っていうのを遺留分と言います。それはどれぐらいかっていうと、法定相続分の2分の1、半分まで。奥様とお子様2人の場合、奥様の法定相続分っていうのは2分の1なわけですね。なので2分の1の2分の1なので、奥様は4分の1っていうのが遺留分になるわけです。なので、お子様1人に仮に亡くなられる方が遺言を書いて全財産を渡しますと遺言を書いたとしても、奥様っていうのは4分の1はこれ遺留分だからお金ちょうだいということができる、相続財産ちょうだいということができるのが遺留分ですと。この遺留分の対策に保険はなるんですね。これはどういうことかと言いますと、生命保険っていうのはそもそも相続税の計算であったりには参入されるんですけども、生命保険の受取人というふうになりますので、この遺留分の計算、法定相続分の2分の1の計算の中には含まないということになりますので、それは遺留分の対策に実はなるんですね。仮にさっきの例で言うと、お子様1人に遺言を書いて全財産を渡したいというふうなことを言ったとしても、他の奥様であったりとか他のお子様ですね、から遺留分の請求をされるわけです。なんですけども、その時に財産がないと払えないんですが、仮に生命保険を資産全部を受け取るという遺言書かれたその特定のお子様の受取人にしたとすると、それは遺留分の計算の対象外なので、生命保険の受取人固有の資産になるので、まとまった資金がそのお子様に渡されますと。その生命保険金でもって、例えば遺留分の請求を受けた金額に対して当ててですね、支払いに対応させるということもできますので、遺留分対策に生命保険はなるということで、使われる富裕層の方は非常に多いということが言えます。おさらいですが、富裕層の方というのが生命保険を使うシーンとしては2つ考えられまして、1つが相続税の非課税枠を使うためと、2つ目が遺留分対策のためというところで、本日は富裕層にとって保険が必要なのは相続税の非課税枠と遺留分対策だけというテーマでお話をさせていただきました。今回の動画が参考になったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。